はい、こんばんは、古川です。今日はね、大事な報告があるということで、急遽ね、動画の方を撮っております。タイトルにもね、それっぽいこと書いてあるんで、分かる人は分かるかと思うんですけども、カチャの、オープン日が決まりました。2021年、今年の、この2021年の、12月8日となっております。まあ来週なんですけどね。なかなかね、こんなギリギリまでオープン日が報告できない店ってないかと思うんですけども、まあ僕がね、やりたいなと思った物件が、まあなかなか許可とか申請とか、必要な物件だったんで、こんな感じになってしまいました。まあ普通だったら、まあ許可のいらないところだったら、もう本当に工期、工事の期間を定めて、いついつに工事が終わりますよっていうので、そこにオープン日を当てるんで、2ヶ月前とか3ヶ月前にオープンって結構ね、決まったりするんですけど、今回はまあ許可が下りたらオープンできるっていうことなんで、工事はもうある程度先に終わってしまって、あと許可待ちだったんですね。だから、あと、なんだろう、時間を、オープン日までの予備日、オープン日までの予備日を取るっていうのがすごい無駄な時間なんで、オープン日をもう決めてしまいました。今日の夕方にその工務店さんからですね、いろいろ許可の、申請の許可が下りる目処がついた、全部の、目処がついたっていうふうに連絡があったんでね、そこで決めました。もうこの辺かなと思ってたんで、まあ、大体は準備できてるんですけど、できてないのはまあちょっと心の準備というか、僕が自分のお店をやりたいなと思って、前の仕事を退職したのが去年の6月30日だったんで、もうまるまる1年半かな、まあ、その時はまあ6ヶ月半年で、まあ、許可が下りるっていう話を聞いたんで、まあ、6ヶ月だったらどうにかなるだろうと思って、まあ、申請したんですね。で、1回、まあ、申請するともう止まれないわけですよ。いろんな業者さんの手続きとかをもう開始したり、まあ、日程を決めたりするんで、まあ、もう止まれないっていう覚悟で、まあ、6ヶ月ならどうにかなるだろうと思ってたんですけど、そこから1ヶ月伸び、2ヶ月伸び、3ヶ月伸びっていうので、結局、まあ、1年半、かかってしまいました。だからもういけるかな、いけるかなって思っては、まだ待たないといけないっていうので、まあ気持ちが沈んで、もうちょっとでいける、もうちょっとでいけると思ったらまた気持ちが沈んでっていうのをずっと繰り返してたんで、もう本当に今、気持ちは焦ってるんですけど、なんかね、実感湧かない部分がすごい大きくて、準備はね、それなりに進めてるんで、まあ、しっかりオープンはできるかと思うんですけど、うん、なんかなんだろうなんて言うんでしょうね、この気持ちって、うん、でその1年半ね、すごい長い長いトンネルの中にいるような気分がずっと続いたんですけど、まあ、その中でもね、ライブレッスンだったり出張レッスンだったり、まあ、市場でお会いするお客さんとか、同業者の方からも頑張ってね待ってるよっていうふうに、まあ、たくさん声かけてもらったりとかして、もう本当にそれが支えになったなっていうのと、実はね、僕が前の仕事を辞める時に、何名かの子が、まあ、一緒についていきますよって言って、退職一緒にしたんですね。でその子たちも一緒に1年半待ってくれたんです。でやっぱりね、生活もあるんで、まあ、そのまま何もせずに待つわけにいかないから、中にはねバイトしたりとかして、もう本当にこのカチャのオープンを待ちわびて一緒に待ってくれた子たちがいて、もう本当にその子たちの存在もすごい大きかったんです。まあ、多分 YouTube にもこれから出てきてくれるかとも思いますし、お店の方に来てくださったら、まあ、その子たちは元気に働いてくれてると思うんですけど、まあ、もう本当にその、身の回りにいるお客さんとか、まあ、生徒さんとか、まあ、そういうスタッフの子たちに支えられて、迎えられた日だと思ってるので、これからはね、もうそのカチャを大事にして、皆さんに愛される店を作っていこうと思ってますので、本当に本当に今後ともよろしくお願いします。簡単ではありますけど、とりあえずね、まあ、報告しないといけないなと思ったんで、急遽動画を撮ったんで、他に何言ってないんですけど、まあ、ようやくだなと
思って、はい、応援してもらえたら嬉しいです。ということで、カチャが始動します。Sometimes we'll feel alone. In a second I'll be right there. Turn around, let it rain. Turn around and let it rain on me. Don't you be afraid.